曹操に率いられ馬将らは成都へと向かった。そこでついに劉備徳川家康との合流を果たす。その時計ったように龍馬の大軍が成都を包囲する。一人の人間も逃さぬように。そして幼女の首が一つ成都に向かって移動を始めた。かつての成都は幼女の襲撃を受け滅んだ。しかしその時曹操の援軍はなかったのである。過去は確かに変わっている。幼女の出現は不可避の定めだった。しかし人の滅亡は避けられる未来である。今こそそれを証明する時だった。曹操殿に援軍をいただいた直後に龍馬の包囲を受けるとは、我らの動き読まれていたと考えるべきでしょうな。幼女の一体が迫っているとの報告もある。八潮織を持たぬ我らでは幼女に甲子園兵と民を連れて脱出するほかあるまい。何、劉備殿と曹操殿二人の大英雄が手を結ばれたのです。龍馬がいかに包囲を図ろうと我らを阻めるものではありますまい。ええ、その通りです。私にお任せください。仁と歯を継ぎ希望への道を描いてみせましょう。魔王気の戦見るがいい。襲来までの時間は多くはあるまい。急ぎ進むとしよう。劉備殿と民には中央を進んでいただきます。家康殿と曹操殿は南と北を進んでください。民の安全を確保する。敵の注意を引いていただきたいのです。よし行こう。龍馬を退け民を安全に逃がすのだ。生徒を襲っておるわ。この隙に生徒をわしのものにしてやろう。他の砦を放置しては危険です。早急に制圧してください。俺にお任せを。しまった、このままじゃバレちまう。冷める戦ぶり、お見事。方正が苦戦していますか。彼には策を託しているのです。龍馬が近くにいるか。危険は犯せるな。やはり騎兵が潜んでいましたか。こいつらの相手は俺に任せろ。おー、助かった。これで策を実行できる。危険は取り除かれたようだ。さあ、進もう。忘れたわけではない。お前が敵に回ることがあれば迷いなく撃つ。それでよ。
劉備殿と曹操殿が再び手を結んだ。皆が一致団結して幼女に対抗しとる。誇ってえぞ馬長、これがお前が貫いた正義じゃ。いや、俺一人の功績ではない。皆が支えてくれたから、ゆえに俺は誇ろう。共に戦ってきた仲間たちを。董卓様のご命令だ。奴らを蹴散らすぞ。その動きも計算のうちです。さあ、連動を出しましょう。敵の援軍ですが、北の道は細く、攻撃の危険があります。援護が必要でしょう。見事なもんじゃ、馬長。私の知略に勝てるとお思いか。民を守るとはな、似合わぬことだ。似合う似合わぬの話ではなかろう。どうにかたどり着く。皆の足並みが揃ったら脱出いたそう。宝瀬、今です。
滅早すぎたようだな。みんなそこまで待つしかあるまい。どうや、遅れてしまったよ。みんなすまないだ。足を早めてくれないか。骨ごと噛み砕いてくれ。よくやってくれた。何をする、離さんか。あなたを放置した。うちには本当なら、おとなしくしていただきましょう。目障りだ。これぐらいにしといて。敵将つがいないの。目障りだ。我らは一人ではないからだ。どれほど重きにも助け合い支え合うことができるのです。我らを信じ、幼者討伐の戦お任せくださらぬか。人の力見誤ったようだ。まだよ、まだ足りぬ。は出したようだな。では小田原城へ向かうとするか。幼者討伐の戦を始めるためにな。佐野殿、我らは自らの手で未来を開いてみせます。熱き闘志、何者にも止められん。あれか、幼者。このように離れた場所からですね、生徒が蹂躙される様が見て取れる。復興までには長い時がかかりましょう。
ですが、国の要は人です。彼らの命を休んじられたのですから、この戦、我らの勝利と言えましょう。佐野殿の介入があったものも、これで小田原城に向かうことができます。古老館、大阪城に向かった者らも小田原に集い始めておる。人と妖者の総力戦がこれより始まるのだ。文句なしの戦果だ。よくやった。おほー、お前ならやれると思うとったわ。生徒の民と兵は小田原城に送りました。民を庇護し、兵は討伐軍に組み込みます。これにて蜀と徳川も妖者討伐軍の一員です。古老館の士官、大阪城の信長ら他の将とはこの地で合流を果たす。後小田原城で妖者討伐軍を再編する予定だ。決戦の時は近いぞ。心せよ。妖者の出現を防ぐことはできなかった。しかし全ての人の力が結束した今、妖者を恐れる理由は何もない。折しも古老館に妖者が迫っているとの報が入る。宗妃の指揮下に入った芝将らは八潮織と四天童子を伴い現迫り来る巨大な妖者。その後には平の清盛に率いられた妖魔軍も続いていた。かつてはこうしえなかったその敵も今は打ち払うことができる。過去は変わった。妖者討伐軍は息高く戦いに臨んだ。無理をするな。八潮織のために多量の精を抽出したのだ。波の存在なら死んでいる。この私を案じているのか。オロチの分身たるこの私を。気づいていたのか。記憶が戻りつつある。だが心配するな。約束は守ろう。お前たちのためこの力を使い切る。すべて飲み干してやろう。八潮織を用いて妖者を打ち払う。それまでは全軍守備に徹せ。下手に手を出して被害を広げてもつまらん。
を退かせる。幼女はもう一体おります。ご油断なきよう。僕が真実ならば、オロチもすぐ片付こう。進軍を開始せよ。これは興味深い。以前のオロチ様の姿形をしておる。が、中身はウロよ。新たなオロチ様が吐き捨てた。奴らのもてなしは我が愛が務めよう。何度か待ち伏せがあると考えるのは当然だ。軍を二つに分けよう。一方が襲撃を受けた、他方が救援するのだ。何、太鼓坊さん、ずっと私を見てるけど監視のつもり？信用されているとでも思う？心配しなくたって裏切らないわよ。私が望んでたのは魔王オロチさん。あんな蛇でも抜け殻でもないわ。よし、今だ。ありったけの矢を打ち込め。北の別動隊に伝えよう。弓兵を指揮する将を撃てとな。幼稚すぎてつまんない策ね。さっさと指揮している人を倒しちゃって。おお、一段と冴えておいでですな。これも予測のうちよ。別動隊を奴らの背後に回り込ませろ。頑張って考えた方かな。でも背中がガラ空きなのよね。目を見張る働きぶりだ。張り切ってますわね。
白い場所見つけちゃった。あそこから敵の砦に飛び込むの。すっごく慌ててくれるわよ。あの場所は高くがいい。敵将、私が倒した。よし今だ、奴らを吹き飛ばせ。この程度の策読めぬと思ったか。しつこい方々です。うなしてばかりでは飽きてしまいます。やるじゃない。前田刑事参上。新たなおろし様の誕生を祝すため、危険なの命三重にもらい受けよう。毒斬りか。術者を倒さねば収まる前に。黙ってもらおう。はいはいはい。俺が何者だ知っている。天地におろし様の力が満ちてる。我が身の内にも新たな力が溢れるようじゃ。伝令、曹操様は生徒で勝利、劉備らとの連合を果たしたとのこと。ならば我らも役目を果たさない。一時の勝利に酔うがよい。すぐに絶望を味わうことになるゆえに。全て飲み干せ。何者かなど決めつけぬことだ。己とは生まれ持つものではない。生きる中で形作るものなのだからね。おお、一段と冴えておいでですな。私の苦しむ姿を見にいらしたのかしら。これはオロチの力で閉ざされているが、我らの術では歯が立たぬようだ。だが主典童子、お前ならあるいはこの扉から私と同志のものを感じる。これならも解除できるだろう。出ますわね。
私がなるはずだった存在か。何の感慨もわかぬな。人の未来の貴様らには滅びてもらおう。この私にかかれば妖者も魔人もオロチすら打ち倒すことはたやすい。まあ滅ぼしたわけじゃないんですがね。だが時は稼げた。その間おのおのがなすべきをなせば、人の力が結束した今勝機は見出せよ。先をさぞうまかろう。いや、素晴らしい成果だよ。全知全能たる私の期待に